どうもこんにちは、木更津と申します。狼カミカミ実況プレイパート64、今回は水流様の口の中に入る回になりそうです。それではやっていきましょうか。海で暴れ回ってる怪物野郎はこんなところで寝泊まりしてやがるのか。あのでかい口、あんなもんの中に飛び込んで本当に帰ってこれるのかよ。人間の腹の中に入るのとはわけが違うんだぜ。セーブしたか不安だな。不安だけど入ります。考える前に飛び込めってね。大丈夫かな。水流の体内、ついに飛び込みやがったな。これが水流の腹渡の中かい。ジメジメして、それに随分と暑苦しいぜ。随分海で暴れたらしいが、胃液で溶かされた人間とか嫌なもん転がってねえだろうな。こんなところを歩き回って流玉とかいう玉ころ一つ本当に見つかるのか。あ、出たい時は一応出れるんですね。何もなかった。何これ、ただの足場ですかね。いや、なんか宝箱いっぱいありますね。無限炭を手に入れた。思ったんですけど、あの穴掘りゲームやる前にこれを、あ、宝箱じゃなかった、騙された。穴掘りゲームやる前に無限炭を使っておけば途中で炭がなくなって立ち往生なんてことなかったんじゃないかなって思いました。今更遅いんですけどね。ほんとアイテム全然使わないんですよね自分。あ、せっかく乗ったのに。リベンジ。スティックをずっと倒してないと届かないの。マフダを手に入れた。なさそうですね。あっちにもあるな。向こうから回っていくみたいですね。こっちの方が近いですか。こっちの方が近いですか。わかんないか。行ってみよう。あー、届かなかった、届かなかった。溺れちゃうんじゃないこれ。溺れない、溺れない。あ、ここに上がれるようになってる。もう届かない。どの順で行くんでしょうか。あっちから渡るのか。届かないな。こっちから行くのか、もしかして。
っちに降りておいて、あそこをテカ玉やる感じですよね。こうだろ。よし、中浜札を手に入れた。これは届くの？あー無理だよな。まあいいや、ここは後で取りに来るとしてちょっとスルーしましょう。いっぱい時間を取ってしまいそうなので。あ、ここテカ玉じゃないの、普通に明かりだった。見間違いですね、すいません。ここ開けて何すんの。イスン先輩邪魔。よし、あ、何やる。あ、宝を水晶を手に入れた。オンリーですね、これ以外何もないと。あ、物差しの鏡がある。じゃあセーブします。そうそう、さっきサチ玉集めたので、あの体力が1個増えて2段になりました。11個ですかね。え、鍵ないよ。てめえ、鍵どこで手に入れるんだ。ここ来る途中に鍵ありそうなとこありました。気になるとすると、あの宝箱ですよ。宝箱の中に入ってるわけないよ。敵と全部戦うと。無礼な攻撃。あ、失敗した。よし、妖怪牙いただき。そのサチ玉集めてるときに、ウクロムジナでしたっけ、あのなんかジョローグモの別バージョンみたいって言ってた穴の中にいたやつですね。別の穴でももう一体あいつが出てきたので倒して、太陽のかけらだっけ、このなんか丸いやつの3つ集めると太陽気1個増えるってやつをもう1個手に入れましたので、あと1個かけらがあれば太陽気がもう1個増えます。で、その時にですね、さすがにもう2回目の戦いということで、倒し方もジョローグモと同じような3本やるだけって分かったので、あの余裕で倒すことができまして、評価神をいただきましたので、祝儀もいっぱいもらいました。やったね。それが言いたかっただけです。ちょっと嬉しかった。あっても何もないよ。妖怪牙いただき。最後のが決まればもうちょっともらえるかもしれないんですけど、とりあえず1個もらえればまあいっかみたいな。ち
とも戦っておきますかね。じゃあどっちも筆技がいるやつですね。よし、妖怪機は2本いただき、届いた。幸福のお札を手に入れた。他に何もないです。これ何？ああ、なんだ、これに反応してるだけか。鍵はどこで手に入れるんでしょうかね。ちょっとわからないな。浜屋の鍵がないと多分あの錠前お化けみたいなやつは倒せないので、鍵がないと先に進めないんですけど。あ、こいつ何？関係ないか。この高さからあそこに行くの？そこに飛びたい。届かない。そう、あとちょっとだったのに。届かない。ここからじゃないのか。変なことやっちゃった。溺れる溺れる。あ、めっちゃこれはここに乗る感じですね。鋼の拳を手に入れた。そしたらここからジャンプでいけないだろうか。無理か。全然届かないな。一番高いところにあるから一番いいもの入ってそう。ここの全部取ったら浜屋が出現とかないですかね。
か届かないな。あそこどうやって取るんだろう。本当わかりません。鍵もないし、宝箱も取れないし。うわどうしよう。ちょっとすいません。今回全然何も進んでないですけど、一旦ここで区切りたいと思います。何も、本当何もできてないんですけど、次回は浜屋を入手する方法がなんとなく分かったあたりから始めることができたらいいかなと思います。本当などうしたらいいかちょっと分かんないんで積み気味なんですけど、ここまで見てくださってありがとうございました。次回は多分何かしら動くところから始められるかなと思いますので、よかったら見てください。それでは。